3回目やったら多分即だよね。即怒るよね。みんなー多分速攻で怒ると思うけれども。怒って、早い。はい、どうも、コバです。シティーズスカイライン、ミッション攻略生放送やっていきたいと思います。ここはどこでしょう？さあ、どこかわかるかな？屋根の上だけだとちょっと厳しいかな？はい、ちょっと左右見てみましょうか。こちらをまず見てみます。はい、こんな感じ、こんな感じ。反対側見ます。はい、こんな感じ。割と小さいですね。はい、じゃあそろそろ正解を行きましょうか。ちょっとまだ早い？いや、もう行きましょう。はーい、まだわからない。はーい、これだ。郵便局でした。地味だな、郵便局な。はい。で、今回もですね、作ってきましたよ。ラウンドアバウト。はい、これわかるかな？パッと見わかるかな？これ。まるちゃんのマークですね、これね。セコまるちゃんっていう名前で。はい。まだ相変わらずセコイアだからね。こっから見ると全然普通のセコイアラウンドアバウトでしょ。でも上から見ると、まるちゃんなんだよね。で、前回の振り返りでございますけれども、前回ここの元々デフォルトであったラウンドアバウトを二回りぐらい大きくしました。そして、やりたかった、この、装飾をね、しましたね。あとはモノレールを作りましたね、ここね。ここの新興住宅街の中に、バスターミナル付きのモノレールを作りました。崖っぷち油断。はい、こちらですね。石油特区。ここに、労働者が通えるようにしております。人口7万5000人のうち1万3500人だから、約6分の1か、まだ。市民の健康度 85% 以上、今71だね。これはまあ、近々達成できそうですね。でですね、ただ、そのまんま粛々とやっていくだけじゃ面白くないかなと思ったんで、まあちょっとしたアクセントとしてね、まあ、このミッション名ってほら、クリーンアップクルーじゃないですか。で、パソコン版だと、都市浄化計画って言ったかなっていうのがついてるんですよ。まあその通り、ちょっと、最初にあった水質汚染だけじゃなくて、この土壌汚染もね、全部綺麗にして、もうこういう汚染を出すようなものもね、すべてね、なくしたいんだよね。んとは言いつつ、でもリサイクルセンターちょっと出るんだっけ、汚染。ゼロにしたいんだよ、本当は。汚染が出るもの。あー、25出るのか。まあ、出ちゃうな。うん、ごめん、出るわ。早速ですけど、でも、なるべく少なくするっていうね、感じでやっていきたいなと。ゴミだけはしょうがねえな。ゴミだけはしょうがないけれども、その他のものは、汚染なく、やっていきたいなと。まずは、住宅需要が伸びてます。あと産業需要も伸びてます。で、産業需要は、今言ったように、ちょっと汚染を減らしていきたいので、これをいきなり全部壊しちゃうと、さすがにそれは、支障をきたすので、新しく作る分は全部オフィスにしようかなと思ってます。それに見合う教育も施したいんだよね。教育レベルも今低いんです。ほらほら。ね。低い。大学は作ったは作ったけど、高校なんて全然、先とりあえず高校だけ作っとくか。はい。よし。ここをちょっとこちら側にも、住宅をまず広げましょう。で、ここら辺、崖っぷち油断の横にオフィス街を広げる形にしようかな。デート。公園も行っちゃおう。出血サービスだ。公園も作りたいね。公園先にあれだな。学校とかだね。はい。学校もう一個ぐらい必要な気がするな。こっち側にな。大通り沿いに学校一個。高校も作りたいけどお金がない。ちょっと後からにしましょう、これね。で、ここのロータリー使ってオフィスに行けるようにもしたいなと思っているので、石油はもういいかな。だってほら、石油さ、あっという間なくなるんだもん。ほら、見て。もうここ空っぽじゃん。石油全くない。うわ、これはひどし。よし、こんな感じかね。確かにな。ちょっと、ああ、お金がなくなった。危な！ゲームオーバーになるとこだった。道路ってほんと金かかるな。やるしかねえな。みんな、開始早々だが。とりあえず、第1回目、新年、初、現金、玉ーさあ、見てください。お金がどんどん増えていきます。現実にもこんなに増える機能があると嬉しいな。いやー、これは綺麗ですね。あー、ちょっと早い。早くねえ、なんか。まあ、人口が少ないからゲームスピードも早いんだろうな、きっとな。あー、人口が減って、いく、やばい。いやー、今回もいい現金玉でした。いい汗かいた、市民が。
こんな感じにして、オフィス。もうここもいいか。ここも、ああ、でもここはちょっと、こうしよう。こうしよう。低密度もやっぱり必要ですよね。うん、住む年代が違うからね。家族が住むから。で、商業も欲しいと言っている。で、商業は、ここの間だね。こっち側に作りたいな。ちょっと文字でも作りましょうか。ね、こういうところでちょっとね、無理やり個性を出していきたい。そっか、こういう時にあれか。自由造形使えばいいのか。あ、もういいや。うん。よし。OK だ。まあ、このあたりまで一旦ちょっと作りましょうか。で、ここは公園、つうか、ちょっと待って、外にから入れないよ、これ。今気づいた。公園系、さっきリクエストがあった日本庭園、じゃあ建てましょうか。H に。H な日本庭園を作りました。平均降水量 93%。うんうん、いいんじゃないですか。赤くはなってるけれども、単に交通量が多いだけで、渋滞はしていないですね。ここ信号があるのか。あ、ここちょっと混むな、これ。交通量が多いからね、ここね。あ、三車線道路か。ちょっと待って、俺使ったこと、そう。三車線道路、俺か金しか使ったことないからさ。あ、幅は二車線と同じなのか。これ、お、ちょっと試しに使ってみようかな。ありがとうございます。はー、なるほどね。こうなるんだ。でもどうなんだろうね。三車線ってそんなデメリットないような気もしてるんだけど。あ、維持費がある。が1。ああ、なるほどね。確かに、そういうことか。こっち0だもんね。なるほど。この、路中してる車がさ、本当に混んでんのかどうかわかんねえんだよな、これな、パッと見。路中禁止条例はないですね、このゲームね。パソコン版だと、モッドであるんですよね。ああ、そうなんだ。芝生付きの道路でも路中は消えるんですね。ありがとうございます。あ、ほんとだ。消えるね、ガイド付きね。ああ、そうなんだ。ありがとうございます。うん。いいね。新興住宅街って感じがするよ、このあたり。あー、ちょっと待って。おー、ちょっと待った。またやらかした。今1万7000人の出たな。出たよね。一瞬で今、キャンセルしちゃったけど。これね、これね、出たね。はいはい。今俺×ボタンを連打してるタイミングでこれ出たから。すげえ早かった。火葬場が来たな。あ、下水処理も来た。あ、やった。そう。水上ゴミ収集施設ね。これ欲しかったんだよね。さあ、ここでちょっと待って。でも水流、水の流れがないんだけどさ。5万するからな。あ、地はちょっとだけは、流れはあるね。うん。三角ほらあるから、ここにね。まあ、とりあえず、じゃあ、ここに一個置きますよ。はい。よ。あと、ここ、そもそもあれだな。下水処理施設。処理場。これに変えるっていう手もあるね。よ、と。あ、そうだ、エコもあるね。エコ、でもこれ何パーセントとかってわかんない。でも意外とこれ、そんな綺麗になんなかった気がするんだけど。はい。こうしてみました。土壌汚染がまだ 6.72% ある。そりゃそうだよね。ここら辺がまだいっぱいあるもんね。ちょっとここら辺少しずつオフィスに変えていきましょう。うん。土壌汚染も 0% にしたいんだ、俺。土壌汚染を軽減する条例は、俺見たことないけど、あるんだっけ、そんなん。どこにある？都市計画とかかな？あ、そうだ、思い出した。これやってなかった、俺。小規模事業、大規模事業。ここら辺やってなかったな。とりあえずこれ入れるわ、全部。全部入れるわ。あ、これか。産業廃棄物のフィルタリング、これですね。ただ2000とかかるのか、ちょっとあれですけどね。まあ、一回やっておきましょうか、試しにね。さあ、どんだけかかる。81,033、82,000。ああ、いいんじゃない、大丈夫じゃない。これでちょっと土壌汚染見てみますか。時間早めて、色が薄くなったら嬉しいな。あ、減ってる。あ、やっぱじわじわ減ってるね。うんうん。さあ、ちょっとじゃあここでこっち側見てみましょうか。クリーンにしたい、やっぱり。クリーン。あー、やっぱりでもこれあれだ、水流がなきゃダメだ、ここ。じゃあ、もういっそのこと、こいつらは、こっから流すか。で、ここだと当然流れはあるから、そこにルンバーつけた方がいいかもしれないね。このあたりにこうやって、つけときゃいいんじゃないんですか、これ。
で、汚いのは、そっか。ここにウォーターアウトレットを作りましょうか。こっからまた汚いのがこう流れ出してそうな気がするんだけどな。この土壌汚染が水質汚染も招いてそうな気がすごくしている。ウォーターアウトレット。このあたりに。ここは綺麗な水を入れると、汚い水が、だんだん薄まっていくような気がしてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。じわじわ綺麗になってってるので、時間が経ったら全部綺麗なんじゃないかなーって。こいつがな、ここがちょっと多分これ汚くしてるよね、この水。焼却炉かー。ちょっとこのあたり一回移転しましょうか。ギリギリ？まだなんとかなってますね、大丈夫ですね。ただもう一個これはチムニーかな。第二チムニーを建てましょうか。よっ！ああ、いいね。いいよ。何がいいかわからんけどいいよ。はいはいはい。素晴らしい。あ、これな、ちょっと待って。下なんか、うわっ！すごい！こうなってるんだ。へぇー。ここはどこでしょう？もうどんどんオフィスに変えていきたいと思います。よっしゃー。はい。いいね、いいね、いいね。じわじわとオフィスを増やしていきましょうよ。これすごいな、これ。この段ボールみたいな、このオフィスビル。IT クラスターも建ててえなーって、うっすら思ってたのを思い出しました。IT クラスター建てましょうか。IT クラスターって公害ないよね、多分ね。公害ゼロでしょ。ここら辺をちょっと IT クラスターに変えていきましょうか。崖っぷち油断を IT クラスター化していきたい。労働者が減るんだよな、これな。消費電力 30% 低下、税収増加。うん。それはいいけどね。失業者が若干増えそうだね。まあ、そんなに量を作るつもりはないから、ここら辺だけ IT クラスターにしましょうと。あ、ちなみにちょっとここ、絵を描く気力はなかったんだけど、ちょっと寂しいなと思って、せめて、じゃあちょっと家具を置きましょうと思いまして、一個だけ、テーブルと椅子を置いてみました。ほら。落ち着かねえ。ぐる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 車走ってからね、周りね。ここではもう皆さんハイキングめっちゃ燃えてる。ね、ほら、燃えるセコイアを見ながら、みんなでまったりとご飯を食べるわけですよ。めちゃめちゃ燃え盛ってるけど、すげえ炎症してんじゃん。これやばいでしょ、これ爆発するでしょ、これ。これ中石油でしょ、これ。ああちょっめちゃめちゃ燃えてます。消防車すごいんだけど、消防車の数が半端ない。これはセコイアさん一役買ってますね。10役ぐらい買ってる気がするけどな。でもうちの消防はやっぱり誘導ですね。火事慣れしてるもん。なんかあ、ポコーンって言った。どっか壊れたな。あー、いやーもうね、やっぱりこのキャンプファイヤーかな。このセコイアの中に作ったこのキャンプファイヤーがやってくれたのかな。消防ヘリを作りましょうか。ヘリは欲しいところですね、確かにね。まあ、火災監視塔も作っちゃうか。作りましょうか。これも作ろう。ちょっとしれっと、チムニーのところにこう、私もチムニーですみたいな。私チムニーですよって。で、あとこの辺りも作りましょうか。一個ね。はい。この辺り作りましょうか。あ、いいね。セコマルちゃん。怖い、ちょっと。消防ヘリを作りましょう。まあ、この辺りでいいか。ちょっと遠くにね。はい。作っときましょう。ああ、そっか。水辺の近くの方が良かったかもしれない。確かにね。この辺りにしましょう。はい。水辺の近く。はい。あー、でもそうだ。あれだ。火葬場が増えましたね。確かね。火葬場も建てましょうか。じゃんじゃん燃やしていきますよ。皆さん。さあ、燃やそう燃やそう。ニコニコマーク出るんだよね。すごいよね。そうだね。建てましょうか。なんか、お金、ダブついてますからね。これ、もう一個建ててますマグじゃなかったっけこれ。これ作った覚えないけどね。高級ホテルとか。あ、でも建てるわ。あー、バグってますね。これ完全に。なんか美しい街にしたいんですよ。クリーンアップクルーだから。クリーンな感じのものを作りたいなー。これなんだっけ。あー、バード&ビーヘイブン。これも苦労したな。これ作ろう。バード&ビーヘイブン。皆様と共に鳥の歌、蜂の羽音。ちょっと嫌だな。ラングズオブシティ作りましょうか。このあたり。中央、なったら公園ってあったよね。あれ作りたいなと思ってんだけど。あ、これだ、中央公園。たっけ !20 万するじゃん。ダメだ、足りない、お金が足りない、みんな。中央公園をオラに作らせてくれ。高いよー、市長高いよー。わかってる。だが、
税金を上げる俺の心も痛い。いやーいいなーいいなーって言っちゃったけどおー赤くなってきた、赤くなってきた。泣いた赤鬼、みんなには分かってほしい。市民のみんなにはね、市長も泣いているんだと。顔は笑顔かもしれないけど心では泣いているっていうことをね、ちょっと市民の皆さんには分かってもらいたい。いいよ分かってるよ市長。ほらみんな分かってくれた物分かり良すぎて怖い。うちの市民みんな騙されるよねこれね。すげえ高い布団とか絶対買うよこれ。はーい、じゃあちょっとこれでね、市民からかつあげたお金で中央公園を作りましょう。ちょっとオフィス街にあると素敵じゃないこれ。こう、ああいいですね、いいと思います、いいですねちょっとこれ汚いけどねこれね。あれどう、あーでもちょっとやっぱ汚れてるな。こいつがあんまり仕事してないのかな。これ、あ、え、嘘、何今の、どういうこと、こっちこっち、あーもったいな、もったいな、お金もったいな。ちょ、もうちょっとこれ作った方がいいかな。こう厚くしましょうか。あーまたお金が1万しかない。でもさすがにまだ早い3回目やったら多分即だよね。即怒るよね。みんなー多分速攻で怒ると思うけれども。ね、怒ってくれ、怒って、早い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 。4万ぐらいまで頑張ろう。4万まで頑張ろう。オッケーオッケー。4万まで頑張ろう。あーし、オッケーね。ありがとうございます。はーい。冗談冗談。冗談だよ、みんな。ね、うん。ほらほらほら。ね。中央公園に歩道がついてる。あ、ほんとだけども。あ、これか。なるほど。すごいね。こんななっちゃったの知らなかった。前一回作ったけど、全然俺気づいてませんでしたね、これね。はい。しれっとセコイア植えるから。まるで最初から生えていたかのようにセコイア植えるわ。あー、びっくり。おい、よかった。今度キャンセルしなかった。雄大な土地になりました。2万2000人で。融資ができる。まあ、使わないけどね。僕は市民からのね、返さない融資をもらうんで。明らかに両サイドが異質だね。これからすごい侵食してきそうな恐怖を感じるな。上下に揺れてない右のセコイア。上下にニョキ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 、ムーミンのニョロニョロみたいになってるけど、大丈夫これ。さあ、おーっとびっくり。気づいたら産業がめちゃめちゃ伸びてますね。ここを IT クラスターにしようとしてたんだよね。うん。ここまでこうやって、石油特区から普通の産業に戻して、まあ、あんまり意味ないけどね、もう産業ないからね。で、ここに、はい、IT クラスター、こちら、デイト。いいっすね。あー、どんどん消えていく、どんどん消えていく。うわ、すげー、でかい。早速、でかい。このように、セコイアよりでかい存在があるなんて、俺もかっこいいね、これね。めちゃめちゃかっこいい。今日はここまでにしましょう。はい。割と今回やりましたね。あー、健康度は71で変わんないね。あれ、増えてると思ったけど、意外と変わんないですね。あー、もうこれ以上あれだね。病院とか診療所増やさなきゃ多分増えていかないんだな、きっとな。人口な、2万2000で、3分の1までいってないか。4分の1は超えてますと。はい。次回もじゃあやっていきましょう、ということで、今回は、ショップ作りましたね。はい。割と、がっつりこっち開発しましたね。中央公園の存在感半端ないね。はい。で、今回は、セコマルちゃんを作りました。次回何するか今から悩む。うわ！ここめちゃめちゃ混んでるぞ。ここだな。ここで、一回、スピード落ちてるんだ。あ、これやばい。これちょっと次回ですね。うわ、めちゃめちゃ続いてる。やりましょう。はい。ということで、今日はここまでしたいと思います。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターやってますので動画概要欄からアクセスしてフォローの方もぜひぜひお願いします。はい。ではまた次回の実況でお会いしましょう。皆さんご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。